どうも。前回のあらすじ、本編スタートはこちらからどうぞ。前回約1年ほど動画投稿を激サボりし、ようやく私蒼天動画投稿再開しますよ。動画投稿、ここから動画をガンガン投稿してやろうと息巻いていた矢先、高校生の天敵定期考査が近日あることを大忘却。教科書を読んでも意味不明。このままだと壊滅的な点数を取ること間違いなしだったが、諦めることで全てを解決。ショート動画というショート動画を見漁り、気がつけば編集も1ヶ月半激サボりして現在に至るのである。いや、我ながらゴミ。どうも、いつもの時間にとのさあ、蒼天です。1ヶ月半投稿サボり散らかしましたが、今回こそ今日から活動頑張っていくと思います。知らんけど。ということで今回はみんな大好き未来編攻略で育てるべきキャラトップ7を紹介したいと思います。では行こう。未来編攻略で育てるべきキャラ第7位、猫探査機対エイリアンオールラウンダー。エイリアンに対して攻撃もできて壁にもなる、まあ、鳥や出しとかええなーっていうキャラ欲しいと思いませんか。お待たせしました、こいつがいます。猫探査機、エイリアンに対してめっぽう強い。低コストの割に高いステータスを持っているので、エイリアンが出現する未来編や宇宙編では火力兼壁として活躍します。ですがかなりレベルに左右されるキャラですので、レベル不足であったり敵の攻撃力がバカ高い時には金食い野郎になりますので注意した方がいいです。未来編攻略で育てるべきキャラ第6位、エコタツ量産波動泣かせ。未来編では波動を放つ敵とご対面する機会が結構あります。特にニューヨーク、エリザベス56世は、しかしこいつがいれば勝ち確です。なんとビッグで波動打ち消しですからね。無効じゃなくて打ち消しなので、後方のキャラの防衛にもなります。ただし注意点があります。波動打ち消しは第3形態からです。第1台にはマジで使え。あと浮いてる敵に対する打たれ強いと攻撃力ダウンの特性を持ちますが、あまり使いどころがないっていうのが微妙な点ですね。未来編攻略で育てるべきキャラ第5位、キモネコ。高コスパキャラ、基本キャラでなんだかんだお世話になるキモネコ。体力と攻撃力の上昇と対エイリアンへの滅法強い特性が追加され、エイリアンに対して優秀なアタッカーになります。さらに6個のニャンコンボ発動条件にもなっていて、コンボ要因としても優秀です。未来編で育てるべきキャラ第4位、猫車輪瞬間雑魚狩り隊。エイリアンに対して唯一の小学アタッカーの地位を我が物にしているキャラ。第2、第3形態と進化するたびに攻撃力が爆増しており、範囲攻撃の瞬間火力が見込めます。第3形態になると射程が少し伸び、欠点だった再生産も半分以下に縮小されます。しかし射程が短いので、あくまで取り巻き処理要因ですね。未来編で育てるべきキャラ第3位、猫ラーメン堂対天使最強。未来編ではエイリアン以外の属性も多数お見受けする場面は多いです。天使が出た場合、こいつがいればマジ最強。天使が出るステージならばまず入れない理由はないです。エアキャラの中でも最強なんで、とりあえず第3形態にした方がいいでしょう。未来編で育てるべきキャラ第2位、サイキック猫サイとイノシシの飼育員。未来編の挫折要因上位種、イノバルカン&サイバー X、こやつらのお世話を一挙に引き受けていただけるキャラ、サイキック猫。対エイリアンドンソクを持つ量産キャラであり、崩壊確率が 50% とかなり高く、効果時間も長い、非常に優秀です。射程の中でも射程は長めの部類に入り、使いどころが豊富な点も非常に素晴らしいです。未来編攻略で育てるべきキャラ第1位、猫サーファー未来編への免許証。未来編で毎度毎度相対するエイリアン、絶対にこいつには勝てないのならば、ちょっと止まっててもらえばいいじゃないを体現できる激ヤバキャラ。攻撃頻度、発動率、効果時間が高水準でまとまっており、数体貯めるだけで敵が水色塗装の石像に早変わり。妨害攻撃両方こなせるので、雑魚敵を処理しながら本丸の敵を妨害できる、二刀流をこなせる優秀なキャラです。本能で妨害確率の底上げも可能なので、リアルに敵を止め続けられます。その上生き残りも持っているので生存率も非常に高いです。未来編で猫サーファーの第3形態猫漂流機を持ってないのは非常にやばいですね。必須キャラですので必ず育てましょう。
はい、本編以上ということで、編集めっちゃ時間かかった。なんせ編集しっかりするのは1年ぶりとかなんで、もう編集方法未順も覚えてなかったね。ということでね、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。